桜や星が作れる十折りの方法です。今までやってみた中で一番わかりやすくて正確に折れる方法を紹介します。印をつけながら折っていきますので、内側が表になるように三角に折ってください。これをもう一度三角に折って、広げます。そしたら折り目のところに印を入れて、上下をひっくり返します。三角の先のところ2枚重ねで折って、折り目を入れたら折り目のところに印を入れます。そしてさらに小さな三角の先をこの印に合わせてしっかり折ります。また上下反対にして、この角ですね、中心に爪を当てて角に向かって折り上げます。これを一度裏返します。そして中心から角に向かって、はい、ここも同じように折り返します。そしたらそこをしっかりと押さえてください。反対側の部分をくるりとこう先をこの線に合わせてきちんと折ります。これを裏返して三角の部分を折り上げてぴったりと重なるように折ります。これで正確な十折りの出来上がりです。慣れてきたら印をつけずに折りましょう。半分の半分、逆さまにして三角の先を中心の印に合わし、もう一度広げて中心の折り目に合わして、上下逆にしたら真ん中から角に向かって折り上げます。裏返して同じように真ん中から角に向かって折り上げます。しっかり押さえてこの部分を線に合わせて折り目をつけたら、裏返して三角を伸ばし、ぴったりと折り重ねて出来上がりです。広げるとこんな風にジグザグになっています。何回か折るうちに慣れてきます。これを斜めに切り落とすと星型ができます。あまり外から切らないで、このここの部分ですね、ここの部分より内側です。斜めに切ってから丸く切ると、桜型ができます。いろいろな切り方がありますので、十折りを作って楽しんでみてください。